チャンネル登録2000人突破。はい、どうも皆さん、こんにちは、翔英 TV です。本日は千葉県鎌ケ谷市の超野球専門店スポーツ CB さんに来ております。本日はここで野球動画を見に行くんですけども、何やらとあるアイテムがあるそうで、それをちょっと今日は取材しに行こうと思います。それでは行ってみましょう。はいはい、はい、グラブが壁全面にびっしり。ウィルソン、ワールドペガサス、Z、アトムズ、アシックスなどなど、壁一面にびっしりとグローブが置いてありました。これは見に行くだけでも楽しめます。はい、こちらバッティング手袋ですが、種類が本当に多い。これはすごい悩むと思います。いろんなメーカーさんのバッティング手袋がありまして、自分に合った手袋を選びましょう。そしてこのスポーツ CV さんに行くと、こちらの特産 TV の等身大パネルがございます。こちらで写真を撮るのもいいかもしれません。ということで来ました、本日はこちらのテクニカルピッチを、やりたいと思います。ちょっと開けてみますね。はい、こちらテクニカルピッチなんですけども、こちらは、まあ、ピッチャーでいうと回転数とボールがどの角度で回っているかとか、そういうのが分かるボールでして、これを特産 TV や、竹虎 TV などがやってると思うんですけども、それを、まあ、今回は僕もやろうと思います。はい、で僕は結構回転数には自信があるので、ちょっとその回転数を見ながらちょっとやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、プレーボール。110の1104回転。110、1104。116の1176。2000いくつだっけ。殺すなよ。79の1127。117の1309。126の1471。俺の顔面が怖い。127の1435。いや、ジャイロっぽい。そう、ほんとほら、ジャイロしとる。ジャイロだ、俺ジャイロなんですか、俺。怖え、マジ。132の1225で、回転は、え、ちょっとスライダー、うん、スライダー回転ですか。スライダー回転、スライダー回転。スライドが 27.9、 ホップ 10.6。 これぐらいなんですかね。136。ワンモア。キャッチャーが死にます。
138。もういいっすよ。もういいよ。テレビの身の危険があと2キロぐらいだったらいけんじゃね。違う。言われちゃう。下半身の使い。下半身の使い。起きろ。目覚めろ。ピース。142。よっしゃー、よっしゃー、142やった。YouTube さんでお願いします。よっしゃ、142来た。でも回転数めっちゃ少ないんだけど。え、1081で。はい、ということで今回テクニカルピッチで、球速や回転数を測ったんですけど、まあ、マックス一番最後でいろいろこうね煽られた結果142キロ。結構正確なんですかね、これは。ちょっと分かんないですけど、まっすぐもなんだかんだと言って回転見たけどジャイロっぽかったし、ちょっとその綺麗さ、綺麗めのない回転が僕の魅力だったのかもしれないです。はい、という感じで今回はこちらのテクニカルピッチ、千葉県鎌ケ谷市にあるスポーツ CV さんのテクニカルピッチをお借りして、やってみました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録2000人突破、皆さん本当にありがとうございます。これからも頑張ります。